10月30日ニューズオプエド、ここからはアフタートークのお時間です。ということで今日はすごいですよ、フルメンバー残ってます。、ゲストの福本秀さん、どうも。秀さん、竹小山さん、はい、竹さん、イエーイ。そして上杉隆車種。そして安藤菅さんです。いやいや、よろしくお願いします。今日ね、様子がおかしいんですよ。ハロウィンだからですかね。そうそう、いやいや、もう満月だから。プレミアムフライデーだからです。プレミアムフライデーだから。延長ってただ菅さんの顔出す遊びが延長してるだけですよ。で、皆さん、ここではお話し足りなかったことをお話ししていただくんですけど、もう俺十分話してますよね。うん、足りた。竹さん、今日はでも割と静かだったじゃないですか。いや、だって面白かったよ、今日は。今日面白かったですね。うん、いや、絵の勉強もした。良かったです。いや、本当にびっくりしました。うん、あの種まく人、うん、あら、ね、そうはだって、そうは同じ、あんな有名な方々が2人も描いてるっていうのにね、ちゃんと意味がある。でもね、本当にゴッホは大好きで、あの複製画、うん、まあ、コピーはないですけど、まあ、印刷した、うん、そのミレーの絵を持ってたんですよ。へ、弟のテオって人が、テオ、うん、弟テオって名前なんですけど、有名なんですよ。テオ、テオ有名だ。テオ有名ですよね。すごい。テオっていうのは画商なんですよ。へえ。でも実はゴッホ、そうなんですよ。ゴッホはだって自分の生きてるうちには売れなかったんだもんね。うん、テオが売ってたんだね。そうなんだ。そうなんです。なんかライオンはレオだよ。レオ。レオですね。レオですね。ね。すみません、上杉さん、すみません。ん？今日上杉さん、それ何なんですか、それ。なんかね、変なもの持ってる。何ですかそれ。見せて、高橋君見せて、それ。何持ってんの。上杉さんが声を発すれば、たけさんが見れますよ。メットこれ。え？メトロポリタン美術館。ああ、メットのね。たけさんもメトロポリタン美術館、ね、そんなのあったかな。あれだよね、メトロポリタンってさ、ね、ヒデさん、はいはい、あれだよね、あれがフィメールだよね。え？何でしたっけ。フィメールが置いてあるとこどこだっけ。メトロポリタンね、メトロポリタンすごいいっぱいあるんです、いろんな映画。メトロポリタンとか行ったらさ、うん、だってさ、日本のさ、はい、広重とかいっぱいあるんだから。そうなんですよ。あいつらみんな持ってっちまったんだよ、こっちからよ。あいつらって。ね、人聞きが悪い。絶対恨みないでしょ、別にね。カロもね、ビオもね。そう、上杉さんも大好きなね。屏風ある、そうそう、ね、葛飾北斎もありますし、屏風もあるし、屏風もあるんだよ、いっぱいありますよ。これ行ったんだよ、でも寒かったんだよ。あら、でニューヨークストやってやがってよ、うん、地下鉄が動いてなかったんだよ。あ、そんな時ストなんだよ、ね、日本今ストやんないですね。あ、ストね、全然ね。だから今ダメなんですよ。だからダメなんですよ。労働者がどんどん主張しなきゃダメなんですよ。でも全然しないですよね。しないよ、ストやんなきゃダメなんだよ。ねえ、で、上杉さん、それずっと何なんですか。矢沢永吉多分なりきり。ねえ、ね、え、ちゃんなの。言葉発してくれないと多分竹さん見えないから。竹さんにわからないようにやってるから。竹さんにわからないようにやってって何なんですか。バレないように。竹さんはどれか。二人で始めちゃった。竹さんも A ちゃんですか。タネマク矢沢。誰ですか。タネマク矢沢。デニーロ。デニーロ。じゃないよ。みんな変なもの食べちゃったのかな。よし、コンピューターの電源抜こう。もうコンピューターの電源抜こう。本当だ。え、竹さんだって明日早いんですもんね。早いよ。ねえ。じゃあ皆さん。先週も出したけど、お金。出ましたね。100万円。100万円。だってみんないろんなもん見せてるから、俺も見せようなんか、これに。私も見せる。あ、ありますよ、私。iPhone 12 Pro。買ったんですよね。買いました。最新。だって iPhone の最新版ですよ。スマホ。ね、そう。じゃあそろそろ、さようなら。自由ですね。取り留めのない話しかしてないんですけど、ね、いいんですか、もうちょっと真面目な話。車種大丈夫ですか。本当にいなくなっちゃった。車種。いなくなっちゃった。車種大丈夫ですか。いなくなっちゃった。本当にない。そう、車種、それで国会では何をしてたんですか、今日。今日はね、もう会議とかずっと、あとね、霞が関回ってきて、国会始まってるんで、いくつか役所の人たちと、まあ真面目話、
両国間っていうのはまあ、うん、いろんな立法のねお手伝い、うん、で国会議員のね、うん、お手伝いもして、うん、最近の国会ってどんな感じなんですか、うん、落ち着いた感じ、落ち着いた感じ、うん、そうですね、なんか安倍さんにガサガサしてたけど、うん、ザワザワしてたけど、うんうん、菅さんになってから、うんうん、あと役所の方が少しやる気が復活したって。へー、なぜですか？菅さんの方がやりやすいんですかね、うん、安倍さんだと要するにやるなっていうことが多かったのと、今そのやなんだ権力が集中しすぎちゃってたんで、ところが今は今度若手も含めて菅さんだったら、うん、え、改革やっていいのみたいな、うん、へー、いう雰囲気になってますね。特に国交なんかはね、モチベーションが上がってきた、うんうん、やっぱり若手の官僚とかも変わったなっていう感じになってる。そうですか。じゃあ前よりはちょっと前向きな明るい感じですか。まあ、部署によってですよね。だからまあ菅さんが総務省っていうかデジタル庁とかね、あるいは通信3社のまあいわば料金値下げとか、うん、ああいうのをバンバンと打ち出すと、まあ、その省庁がその意を組んで、うん、だって動くわけですよ。法で法案策定とかですね。で自民党の方も部会とかもね、やっぱり活動でして、まあ、ちょっとなんかは自分たちの活躍の場があるんじゃないのみたいな。私気になったのはその GoTo で、うん、今その詐欺事件っていうかね、あれがすごい取り上げられてるじゃないですか。その話とかはまあ、あるだろうなって私とか思ってたんですけど、最初分かってないかったんですかね、そういうの。分かってるけど役人にそのオペレーションやる能力ないから、うん、まあ、電通に行ったわけですよ。なるほど。電通もやる力がないから子会社に、うん、まあ、その後から、うん、トランス、うん、でそこのところの職員がまたあの会社がね、うん、まあ、子会社に来るわけですよ。でまたその子会社が孫会社に来るわけですよ、うんうん、結局誰もやる人がいない。まずスピード遅くなるのと、チェック体制がどん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 分散化されちゃうと。うん、だからはっきり言ってこのデジタル後進国の日本でそういうふうにしたとしても、まあいわゆるそのね、要請だったりとかそういうものがもうできないような状況になってる。なるほど。アメリカ大統領選挙がいろいろね問題になってるけど、まあ、日本の方がそういう意味では遅れてるなって。そうなんですね。あとそうだ、今日の AI ニュースヘッドラインでお話ししそびれた3番目の五中総会が35年まで目標採択とかね、いう話を今日抜かしてしまったんですけど、ちょっとお時間の関係で、その話でなんかあのお話したいことありますか？あったんですよね。でもね、やっぱもう今あったんですよね。あのもうとにかく対アメリカのことを見てて、うん、G2 って言ってたあるんですけど、つまり米中の2つの国で決めていくと、うん、いうことになったんだなというのを再認識、うん、ね、でももうちょっとよく聞こえなくなりましたね、うん、聞こえない、うん、時々聞こえなくなります。ちょっと聞こえなくなったし、もう終わりますか。そうですね、今日もいっぱい笑ったしね。今日いっぱい笑ったしね。急にさっきまで菅さんで遊んでた人が急にね。そうですね、はい、ということであのすいません、うん、取り留めのないお話になって、ね、しまいましたが、ね、以上で、はい、終了したいと思います。それでは皆さん良いハロウィンを、はい、ハッピーハロウィン。どうもありがとうございます。ハッピーハロウィン、はい、毎日ハロウィンです、はい、こういう感じ